セントリュウと楊司、この両力士もご覧のように今日厳しい土俵です。3勝7敗です。東方セントリュウ西十両9枚目アメリカセントルイス出身友綱部屋西方楊司西十両2枚目三重県松阪市出身入間川部屋呼び出しは安五郎行司は式守俊弘であります。こうしてみますと大山さん両力士ともにその押し相撲にもってこいの体つきですね。そうですね、まあ、両者ともね、はい、いい当たりした時はね、これはもう直線的な相撲でね、はい、いい相撲取るんですよね。頭からぶちかましてもういっぺんに持っていきますからね、はい、それが今場所は青山さん出てませんね、両力士ともに、出てないんですよね、やっぱりあの押し相撲という人はねちょっとこう立ち合いにね、はい、ちょっとそれがあの外れますとね、もう全然体足も出ませんからね、噛み合わなくなってきますかね、立ち合いなんですよね、はい、共に立ち合い、ぶちかましが魅力の両力士、こちらセントリュウ楊司両力士ですが今日この取り組みは従ってあのだいぶ気合が乗ってきます。立ち合いのこの頭での当たり合い注目したいです ね、 ちょっとね見事あると思うんですけどね、まあ、楊司なんかはね、はい、一息でね、立つときは奥歯に力を入れて、息を腹に入れてですね、とこう力を入れて当たるんですよ、はい、だからそのままの状態で勝負つけるぐらいのそういう相撲を目指さないといけないですよね。ははー、負ければ負け越しという厳しい取り組みです。時間です。手をついて、変わった、これがあったか、セントリュウの変化、セントリュウ、セントリュウ左への変化でした。はたき込み、はたき込んでセントリュウの勝ち。楊司負け越し、勝ってセントリュウは4勝7敗。ははー、セントリュウの左の変化です、まあ、たまに見せるから効果的なんでしょうが、そうですね、まあ、相手が、ね、当たってくるということを見込んでね、はい、思い切っていったんですけどね、はい、セントリュウは4勝7敗です。さあ2敗の小木錦が今セントリュウの前を通過していきます。相手は新十両